来てたの。ごめん。起こしちゃったね。大きいでしょ。大変だったのよ。すまない。いいよ。仕事だもん。仕方ない。今日からママだね。今日からあなたもパパよ。後悔してない？ またその話？でも時々は考えたことがあるんじゃないか。相手が俺じゃなければもっと幸せになれたんじゃないかって。十分幸せよ。相手が俺じゃなくもうやめて。芥川だったら。 不思議よね。何が？ほら、なんだかんだ挑戦者にいつも勝っちゃうじゃない。ふざけてやってんのに。ご冗談を一生懸命やってますよ。そうは見えないわね。国際だからごまかしたの。宝くじとか当たる？宝くじ買ったことないな。あ、運強いのかなって。あ、運ひどいな、こんな善人捕まえて。もしかしたら 知らないところで愛されてるのかも。知ってるとこの方がいいな。愛されるなら誰でもいいから。それは無理よ。だって相手は幸運の女神。 助けようとしたわけじゃなくて、こいつは何かにつまずいて偶然体が前に。それならついてなかったんだね。え？いや、偶然なら。ですよね。おかしいな。僕意外とついてるんじゃないって言われたばかりなのに。ついてるなら私のことね。この通り無事なんだから。綺麗に終わるためたいですね。違う彼の室長と付き合ってるという噂だ。なんか寂しさですね。いや、彼女のことじゃなく 妻のことでね。雨降って G固まったんじゃん。そう思って別々になってた寝室に久々に訪ねてみたわけだよ。はあ、鍵がかかってた。芥川ちゃん、はい、どう思う？さあ、 私は空き巣ではないんだから別に鍵をかけなくてもいいと思うんだよ。そうですよね。ズバリ言わせてもらうとね、はい、男がいると思うんだ。やはり、いや、そういう奥さんには見えませんでしたけど。コアラは可愛いがユーカリを掴む鋭い爪がある。あんまり意味が。つまりね、お灸じゃないですか。別に肩は凝ってない。いや、奥さんの方、ほら、今まで散々ほったらかしにしておいてですよ、愛人問題があったからって いきなり寝室を訪ねるのはあんまり分かりやすすぎませんか。それはそうかもしれんが、しばらく私に触れないでってお灸を据える気持ちは理解しやすいですね。まあそうかもしれんが、鍵までかけられるとそこに強い意志を感じるだろう。強い意志？私にだって彼はいるのよって。だからないですよ。しかし万が一そうだったら、それはそれでは親子ですかね。殺す。 ジョークだよ。笑えませんね。平和に平和に。ラブ&ピース。イエス。おーのー。
きからずっとここら辺うろうろしてるけど。いや別に。最近多いのよ空き巣が。しっけな、僕は別に。そこの人に用なの？いや別に。用がないのに勝手に入ろうとしたら空き巣じゃないの。何なんだあんた。何って何よ。管理人か。違うわ。住人か。それも違うわ。だったら関係ないだろう。第一まだ何も取ってないし中にも入ってない。不法侵入にも窃盗にも適用できない。開き直るつもり？何よそんなカメラなんか持ってる変態が。関係ないだろう。あんたにはあるわ。なんだ。正義の味方よ。すいません、お水。あ、本当にいいのか？おごってもらって。言っとくけど、おごり返したりしねえぞ。アキラさんだけだと。私とゴリは一心同体だから。なあ、ゴリ。なんだ、遠慮せず食えよ。柴原んちは実家が裕福らしいって誰かが言ってたからな。だからろくに給料出ないうちでもやめないんだよな。まあ、それだけでも。あの、アキラさんってその好きな人とかいるんですか？いるよ。あ、そうなんだ。もし差し支えなければ相手は芥川。え、あ、それは全然気がつかなかった。パパ、うまくいきそうですか？はあ、あの、もしも芥川さんに振られたりしたら、もしもですけど。縁起悪いこと言うの、お前も。すいません。まあいいや。そしたら？そしたら、僕と付き合ってもらえませんか？ダメですよね、そんな。別にいいで。本当ですか？その代わりと言っちゃなんだけどな。はい。おかわりしていいか？え、あ、はい。デザートもいいよな。はい。よかったな、グリ。あ、メニューだ。あ、すいません、メニュー。メニュー。メニュー！あっ。